平等神話とは、現代の日本では、義務教育の普及などで成功者になるための機会は、すべての人に平等に与えられているという建前を意味する言葉。現代の日本では、全国で同様のレベルの教科書を用いた義務教育が施されているため、どのような過程に生まれようと、個人の努力次第で人生の成功者になれる機会が、平等に与えられているとされている。つまり、 家庭が貧しくて、教育に多額がかけられないならば、公立中学校、公立高校で一生懸命学び、学費の安い国立大学に合格、入学して、奨学金を受けつつ卒業することで人生の成功者になることは可能なわけである。だが、旧帝国大学、国公立大学医学部などといった安い学費で、高度な事柄が学べ卒業者の実績も優れている。 名門大学への入学者を出している家庭の多くが経済的に裕福であり、幼少時より英才教育を受けさせられ、学習塾、予備校、私立学校に通うなど教育に多額が投資されている。親の環境では年収や職業や社会的地位の違いからすでに不平等が発生しているが、この環境でも同じ公立学校に通っていようとも、 学習塾に通える子の方が上位大学に進学できて有料企業への就職も有利であることから現代の日本の実のところは親の代からこの代への不平等の再生産と見て取れる。ありがとうございます。